アルロペスは、アメリカ合衆国、フロリダ州タンパ出身の元プロ野球選手、監督、宇藤右内ギ1977年に監督として、アメリカ野球殿堂入りを果たしている。1924年に、地元タンパにあった野球チームで野球を始める。1927年にサウスイースタンリーグのジャクソンビル球団からロビンズに入団。 よく1928年に3試合出場したが、本格的にロビンズの正捕手となったのは1930年シーズンからのことである。この年は128試合に出場し打率309の成績を収めた。また1933年には打率301をマークし、同年のオールスターゲームに出場、また最優秀選手候補の一人にもなった。 1935年までブルックリンに在籍した後はボストンビーズにトレードされる。また1940年にはピッツバーグパイレーツにトレードされ、1947年にクリーブランドインディアンスで引退するまで実動で19年間選手を続けた。選手時代には目立った活躍はなかったものの、保守としての通算1918試合の出場は、 当時メジャーの最多記録であった。ロペスは1951年にインディアンスの監督に就任し、初年度から93勝61敗の戦績を上げる。当時インディアンスは1940年代後半からずっとアメリカンリーグの上位につけていたものの、ケイシーステンゲル率いるニューヨークヤンキースがずっとリーグを連覇していた時代で、なかなかヤンキースを追い越せないシーズンが続いた。 しかし1954年にアーリー・ウィーン、マイク・ガルシア、ボブ・レモン、ボブ・フェラー、ハル・ニュー・ハウザーらを擁する強力な投手陣と、ラリー・ドビー、アル・ローゼンらの活躍で、シーズン111勝を挙げ、ついにヤンキースの連覇を止める。しかしワールドシリーズでは、ニューヨーク・ジャイアンツを相手に攻撃陣が、沈黙、0勝4敗で敗退した。その後1957年からは、 シカゴホワイトソックスを指揮する。この頃のホワイトソックスも勝ち越しはするものの、ヤンキース、インディアンスに毎年10ゲーム以上離されるシーズンが続いていた。ロペスは今度は、ルイス・アパリシオとネリー・フォックスの二遊間に代表される、固い守りのチームを作り上げ、就任3年目の1959年に94勝で、ホワイトソックスをリーグ制覇に導く。 1949年から1964年までの間のアメリカンリーグにおいてヤンキース以外のチームがアメリカンリーグを制したのはこの2回だけである。ロペスがフルシーズンの再敗を振ったのは1965年シーズンまででこの年を最後に一度監督を優待する。その後1968年途中と1969年の シーズン当初に1ヶ月ほど指揮を取るものの、同年5月に引退。それ以降監督を務めることはなかった。1951年からの15年間は、負け越したシーズンが一度もないという、見事な戦績だった。1977年にアメリカ野球殿堂入りし、2005年に生まれ故郷のタンパで97歳で死去。同年ホワイトソックスが88年ぶりに、 ワールドシリーズを制覇してから4日後のことだった。ありがとうございます。